ワールドカップアジア2次予選。初戦のミャンマー戦は見事5-0の圧勝ということになりましたね。でもなんだか、また指揮者さんが怒ってるらしいですね。そうなんだよ。5-0の対象に浮かれがちだからこういう意見は貴重といえば貴重なんだがな。指揮者が怒ってるという話題といえばきっとあの方なんでしょうけど。まあ、あの方だな。確かに今回の意見は全体的にはわかる気もする。そしてアジア予選の存在意義についての話題もやっていくので、ぜひ最後まで見ていってほしい。こんな感じのサッカーの話題もやっているのでチャンネル登録もよろしくです。ということでイカれる指揮者といえばこの方。セルジオ・エチゴさんの意見だ。日本代表がミャンマー代表に5-0で大勝し、ワールドカップ北中米大会に向けて幸先よく白星スタートを切る中、セルジオ・エチゴ氏は危機感がないと厳しく指摘した。また錯覚する時期に入ったね。日本は急に全員上手くなった。そう勘違いしちゃうよ。前回の2次予選21年5月ではフォワード大迫とミッドフィールダー南野が得点を重ねた。その後、彼らの好調はワールドカップ本大会まで続いたのか？今度はフォワード上田の番か。ハットトリックだ。これでエースフォワードの頭角ランプがつくのかな？まあ、日本代表の好調は今始まったわけじゃないからな。ワールドカップカタール大会後の着実な強化の積み重ねの結果だよ。でもこの好調がいつまで続くのか？って不安はあるわね。そうなんだが、もはや好調で済ませていいような一時的なものではなさそうなんだがな。ミャンマー相手なのに、4万の吹田は満員になった。サッカーどころの国なら、半分も埋まらなかったはず。お祭り気分に離れたと思うよ。試合が終わって、相手選手の名前が一人も頭に残らない時点で、その試合に勝ちはないとも言えるが。そうだろうか。ワールドカップ予選ともなれば結果が見える相手でもどんな国でもさすがにほぼスタンドは埋まるだろう。少し前の試合だがフランスが8-0で勝ったカザフスタンとの試合なんか満員だったけどな。ミャンマーの選手の名前は難しいからあれだけどキャプテンとゴールキーパーは印象に残ったよ。この試合、両サイドバックのオーバーラップがほとんどなかった。なぜ？前にいる左ミッドフィールダー相馬、右ミッドフィールダー堂安が一人で突破できるし、クロスも上げられるから必要がなかった。センターバック2人はほとんどの時間、敵陣でプレイした。躍動感も危機感もない試合だったな。ほぼミャンマー陣内での展開だったからな。オーバーラップするにもディフェンダーを6枚も置かれるとスペースがないよな。割と早い時間帯で先制できたからね。焦らずじっくりいろんなパターンで崩そうと仕掛けてたよね。セルジオさん時々意見が的外れな時があるんだよな。危機感に関して言うと前半で順調に得点重ねた試合で、どこに危機感を感じろと？ホームで問題なく得点を重ねた試合にわざわざ危機感を求めなくてもいいだろう。心配しなくても次のシリア戦には危機感を持って挑むから大丈夫ですよ。中立国とはいえ中東だからね。しかも中継も配信も未だに未定という状況だからね。そこに一番危機感を感じてるわ。そうなんだよ。どうやって動画を作ればいいのか。テキスト速報でも見ながらやるのか。大問題だよ。その割に、5点は少ないね。相手シュートレイなのに、ゴールキーパー交代の意味もわからなかった。結局、これではまるで、たくさんのお客さんを集めたコンサートだよ。ミッドフィールダー三笘やディフェンダー板倉、フォワード古橋と前田ら多くの選手を負傷で欠いた。ディフェンダー冨安もベンチ外。それでも危機感はない。それほど、2次予選は日本にとっては価値のないものだね。これでは南米や欧州との差は開く一方だ。怪我人が出なかっただけで、良しとするしかないね。2次予選全体を通してみればそれは言える。どう転んでもこの段階での敗退はありえないからね。そもそもアジアの出場枠が 8.5 もある時点でこのワールドカップアジア予選自体に危機感は感じない状況だよな。少々、レギュラーメンバーを変えたところでこのレベル相手なら問題ないってのはあるわよね。そんなアジアサッカーのレベルの格差には危機感は感じる。欧州なんてイタリアが2大会連続予選敗退だからな。どれだけハイレベルな争いなんだって話だよ。特に2次予選はね、あんまりにも差が大きすぎるよね。韓国もシンガポールに5-0で圧勝。オーストラリアがバングラデシュに7-0の一方的な試合。カタールはアフガニスタンに8-1で勝利してる。この辺のFIFAランク上位の国は最終予選にシードしてもらいたい。みんなはどんな意見だった？難しい問題。今の日本代表からすると2次予選でいるものはほぼないと思う。しかしアジアのサッカー後進国からすると欧州で活躍する選手の集まりの日本代表と公式戦でやれる機会は貴重だと思う。アジアのサッカー発展とレベル上げに貢献するのも大事ではあるとは思う。確かにアジアの国々から見たら日本代表は欧州で活躍するスター選手軍団に見えるだろうな。試合後にミャンマーの選手が久保くんと南野さんからユニフォームもらってニッコニコで記念写真撮ってたよね。ああいうの見ると日本選手ってアジアの他の国から憧れられる存在になってるんだなって思うよ。
同時にこいつらもともと勝とうなんて微塵も思ってねえなって感じてしまう。そんな相手とやらなきゃいけないのは複雑な気持ちだよ。逆に言えばチームの努力で何枚相手でもスタジアムが埋まるくらいの人気を博す代表になったということだと思います。確かに強化という面では淡泊かもしれないけど、代表戦は好評でもあるのだからそちらは成功と言えるだろう。好評がうまくいけば財政面も安定するし、代表活動への資金があるほど選手たちへの待遇も良くなるようにしなければいけない。議論がある一方、決まりである以上今回は二次予選をやらなきゃいけないのだから、今はないものねだりより得たものを見るべきだと思います。確かに日本代表の試合となれば注目されるしテレビやネットの話題にもなる。しかし、それがサッカー人気なのか？というとそうじゃないところは危機感を感じてしまう。工業的な面では協会側にも一定の利益は見込めるけど代表の強化となると話は別よね。やっぱり強化として期待できるのは同等以上の相手との真剣勝負だからな。そんな相手はアジアでは限られてる。アジア地域は参加国数が多いのと地域が広範囲にまたがることから長距離移動の問題もある。そんな状況の中戦う選手たちはリスペクトすべきだが、やはりアジア二次予選の存在意義については改めて考えるべきだろう。それじゃあ、記事を引用しながら考えていきましょう。次回ワールドカップから出場国が増加することで、アジアは雲 8.5 に広がった。それを受け、アジア二次予選ではこれまでと違い、グループの成績上位2カ国全てが自動で3次予選に進めるようになっている。そのため、ミャンマー代表のような格下は全力で2位通過を目指してくる。日本代表のような強豪国相手には勝つことではなく、いかに失点を減らせるかに焦点を当てて試合に臨む。そもそもなんでアジアのようなサッカー後進地域とも言える地域の出場枠が倍増するんでしょう？FIFAはどうしても中国に出場してもらいたいんだよ。市場が大きいだけに取り込めれば大きな利益になる。結局世の中金ですね。それでも出場できるか微妙な実力の中国って。実際、ミャンマー代表は5レート大差をつけられてもなお、ゴールキーパーが時間稼ぎに出ていた。また、試合後にはミャンマー代表を率いるミヒャエル・ファイヒテンバイナー監督が負けてもハッピーと発言し、最初から日本代表に勝てるとは思っていなかったともコメントを残している。次戦からはサッカーをしていきたいという発言は、暗喩的に日本代表との戦い方がサッカーらしくなかったと捉えられてもおかしくないものだろう。ミャンマーの選手たちは目の前で日本代表のプレーが見れていい経験になったでしょうね。逆に日本は何を得たのかってところだよな。それと過密日程の中、欧州から長距離を移動してきて参加した選手の負担、バランスが取れてるものなのかと。もちろんワールドカップを知らない格下にとって出場枠が広がったのは希望だが、日本代表のような強豪国の選手のアジア二次予選に向けたモチベーションは難しい部分がある。フォワード上田綺世は相手の監督の会見内容もちらっと聞きましたけど、勝ちに来ているわけじゃないと。0-5で負けていようと時間を稼ぐしそこまでしてくると思わなかった。と驚いた様子。さらに代表キャリア初のハットトリックを達成しながら正直、相手が相手なので、そこまでの価値はないような気がしてしまうときっぱりだった。そもそも勝つ気のないチームを相手にし、選手自身も価値がないと感じてしまう新アジア二次予選は日本代表ら強豪国にとって何なのか。ドン引きする相手を崩す練習といえば聞こえはいいが、その中にもレベルの差は存在する。まだ年代別代表との紅白戦の方が強化につながるはずだ。これは本当にその通りだと思う。最初から勝つ気もなくいかに失点を抑えるかって試合に意味があるのかと。試合後にユニフォームもらって記念写真撮って喜んでる相手との試合にどんな意味があるのか。新戦力のテスト発掘の場とするなら思い切って国内組だけの編成でもいいんじゃないかと思ってしまうぜ。逆にそうやって割り切ることでチャンスをもらえる選手も増えるし、Jリーガーのモチベーションも上がるのでは。オーストラリア代表はバングラディッシュ代表に7例、韓国代表はシンガポール代表に5例、カタール代表はアフガニスタン代表に8-1で勝利している。強豪国についてはアジア二次予選という段階を踏む必要があるのだろうか。FIFAランキング下位のチームからすれば不平等に思えるかもしれないが、そうは言っていられないほどレベルの差が現状ありすぎる。アジア枠の拡大によって、日本代表のワールドカップ出場権獲得の難易度はガクッと下がった。ほとんど本戦行きが確定していると言っても過言ではないほどだ。本当にまだ二次予選を戦う必要があるのだろうか。この問題に関しては最終的には監督の考え方だからな。実際、強豪国は格下に対してもガチメンバーでやるのが当たり前みたいなところはある。多少の新戦力の融合はあるかもしれないが、明らかに力の差がある相手に本気の編成だったりするんだよな。ただ、日本の事情を踏まえると考えてほしいところはあるよね。主力のほとんどは欧州でプレーしてる。欧州からアジアへ長距離移動してきて時差ボケ対策含めてコンディション調整してってほんと大変ですよ。しかし選手たちはそれが代表ってもんですよっていう気持ちで乗り越えてるから頭が下がるよ。そんな選手たちの気持ちに甘えることなく、選手の負担を最小限にする取り組みは期待したいよね。個人的には FIFA ランク上位4カ国は最終予選のポット1にシードされるってのが理想的だなとは思うぜ。
かし、ワールドカップ予選はまだ始まったばかりだからな。何が起こるかわからないのがサッカーだ。とにかく私たちは1試合ずつ着実に勝利を積み上げていけるよう日本代表を応援しよう。そんなところで今回の動画は終わりにしようかな。最後までご視聴ありがとうございました。動画が良かったら高評価、つまらなかったら低評価、どっちでも押してくれたら励みになります。みんなはこの話題どう思った？コメントで教えてくれたら嬉しいぜ。ついでにチャンネル登録もよろしくです。それではまた別の動画で。頑張れ日本。最後までご覧いただきありがとうございます。真ん中の丸いのを押してチャンネル登録もお願いだぜ。下の動画たちも見ていってくれると嬉しいです。あ、どうしよう、余った時間でじゃんけんする？顔しかないからじゃんけんはやめといた方が。最初はブンブンじゃんけんポン、バーイ。だからやめとけって。